ープのお便り。バナフォー。ガルスタの付録にはよくポスターがつきます。バナフーって何？ソニックウェア。読者さんには喜んでいただけているのですが、毎月買ってくれる方は壁に貼り切れなくなるのではないかと余計なお世話ながらちょっぴり心配です。サマソーそこで壁に貼る以外のお二人の考える新しいポスターの活用方法はないでしょうか。さあポスターね。ちゃんと聞いてたんだ。よかったよかった。小野くんは、はい、ポスターとか貼ったことありますか？ありますよ。あんの？ありますあります。誰のポスター？誰のポスター？ジャッキー・チェン。ああ、え、ジャッキー・チェン。おー。ジャッキー・チェン。バトル・クリーク・ブローの。うん。イーってなってる。イーってなってるやつ。ちょっと分かりづらいけど。うん、と、あとはマラドーナ。マラドーナ。うん。学生の時、小学校の時、すごい、好きだったんで。すげえ。はい。え、カメさんどうですか？僕は、うん、広末涼子ちゃんの、マジで恋する5秒前のポスターをですね。おー。MK5。はい。まあ、当時FM 局に僕、通ってた時期がありまして、で、番組持ってらしたので、広末涼子さんが。うん、で、貼ってたんですよ、ずっと。で、見てすっげえ可愛いな、あのポスター欲しいな、っていうふうに思ってたら、うん、風のプリズム、次の CD がリリースされるタイミングで貼り替えてたんですよ。で、そのちょうど貼り替えてるところに僕遭遇しまして、それどうするんですかと。聞きまして。なるほどね。ええ、さすがに。ええ。したら、うん、いや、差し上げますよって言われたので、うん、もらって貼りました。貼ったんだ。それが。はい。それがもう最初で最後ですね。記憶の。ポスター。最初で最後。はい。うわー、いや、でもよかった、なんか。張り替えるタイミングだったんで、強奪してきたのかと思ったんですけど。いやいや、違いますよ。ちゃんと聞きました。それどうするんですか？それどうするんですかと。うんうん、いただいて帰ったんですよ。なんかいいですね、はい。若いですね。甘酸っぱいですね。ポスター貼るのってなんか若い気がする。そんな感じしますけれどもね。まあ確かにね、こう、ポスターっていうのは、こう、どんどんこう、貼りたくなるものなんですけれども。貼りたくなる。うん、まあ増えていくとですね、貼る場所がなくなるのもわかるんですよ。ね。ところがですよ、これはもう新しいポスターの活用法を考えなくても大丈夫なことを考えました。え？なんでしょう、それは。ポスターが貼る場所がないんだったらね。ないんだったら。広い部屋に引っ越せばいいじゃない！広しい、アントワネット。ということで、今から僕と小野くんがすんごい広い家に引っ越した場合の間取り図を書いていきたいと思います。ここにですね。なるほどね。長方形だけが書かれた紙が1枚あるんですよ。うん、はい。で、ここに、もし2人で住んだ場合の間取り図を好きに書け。うん、ということで、ね、ペンを用意したんですけれども、うん、1本しかないんです。え、じゃあ交互に書くってこと、はい、これは交互に書きます。うんうん、なもうちょっとしたでこう陣取りゲームみたいになるわけですよ。うん、そうですね。いやそもそも、はい、一緒に住むのこれ。まあそういう設定です。とりあえずは。なので、はい、まあ、どっちから行く？じゃんけんか。わかりました。最初はグー、じゃんけんグー、イエース。じゃあ僕から書きます。これ時間制限がありますんで、はい。はい、そんな時間だったらチンベルが鳴るので、そしたら小野くんの番になります。うん、これだからすっごい大変なんですよ。うん、もうここの、これが部屋なんでしょ？部屋っていうかもう一番外の壁ね。クイックスみたいになってんじゃん。クイックスみたいになってる。だってさ、先にやった方が、そら得ですよ、だって。はい。じゃあ、まず、始めましょうか。やんの？はい。じゃあ、行きますよ。取っといてくださいよ、僕の。大きく取ったな、おい。しょっぱなからよ。ん？なになに？小野くん。玄関でしょ？これ入り口ね。小野くんの部屋って書いてくれてるな。うん。ありがたい、ありがたい。え、最初に僕の部屋作ってくれたんですか？作った。うーわ。なんだ、口で。あ、でもすげえ。どうしたらいいんだろうな。ほんと、こういうのいきなり渡されるって難しいね。でっけえ風呂欲しいな。でっけえ風呂。でかい風呂を書いてくださいよ。でっかい風呂書くの。大きい方がいいね。なるべくね。うん。あれですよ。まあ、服脱ぐとか。これ風呂。ジャグジーみたいな。ああ、そういうやつ、そういうやつ。うん。でかいな、風呂。俺の部屋よりでかくないこれ。あと、ここはもうなんか、なんで俺こう、小分けにしちゃうんだろうな、部屋を。うん。でも、ここのさ、20畳とかあるんですよ。おや、おやおや。おやおや、何の部屋かな?20畳の謎の空間ができたぞ。これがまず20畳ってことは、それが20畳。これ何 ?100、何これ ?100 畳くらい。それが20畳あるってことは、風呂が40畳くらいぞ。風呂が倍あるぞ。風呂が40畳。AV ルームね。あ、
なるほど、大事。今度これはもう、すごいでっかい。AV ルームっすか？もうスピーカーと。ちょっと、でも男の子には必要ね、AV ルーム。5.1 どころか、7.1 か 10.1 ぐらいもうつけちゃうぐらいなスピーカーをつけまして。はいはいはい、AV ルーム。もうゲーム部屋ですよ。あと、うわぁ、落ちた。ちょ、うん、あれ？はいはいはい。僕の前。うん、ちょっと待って。後で拾おうかな、ここはな。はい、どうぞ。じゃあ、ここに、バー。バーカウンター作っちゃった。バー作っちゃった。あと、玄関の横に、何かな、サウナ。ちょっと待って、割と僕現実的な家を描いたつもりなんだけど、入り口の横にサウナおかしいだろ、お前。バーの横ないでしょうかな。バーの横は、あれかな、日焼けルーム。え？ヒサロがあんの？ヒサロがあんの。で、てか、小野くんの部屋はここだよ。え、何ですか？ここまず充実させなよ。僕の部屋は、風呂とゲーム部屋と AV 部屋に遮られて、入るところがない。あるある、下にあるじゃん。ここから入るの？別の入り口だよ、それ。なるほどね。うん、完全に縦にしか。でもこれが20畳ってことは、縦長だけどすっげえ広いよ。ほん、縦長、めっちゃ縦長だ。でもそうか、神谷さんの部屋作ってあげなきゃな。じゃあ玄関入ってすぐ広志の部屋にしよう。ちょっと待って。それ壁で仕切られてんの、そこ。すげえ細かく入り口からサウナと広志の部屋って書いてあるとこで、それ、扉がねえんだけど。どこ扉なんそれ。じゃあここに。あ、扉。ここに。すぐサウナ行けるから。あ、でもそれさ、もう、そのバーって書いてあるとこ行けないけど。ここ水風呂。水風呂で、広志の部屋を通ると、その先に、ここ、秘密の部屋。秘密の部屋って何？秘密の部屋。秘密の部屋です、ここは。おぉ、何があるかわかんない。でもそれ扉ねえぞ、扉。扉つけた扉。扉じゃあ、ヒロシの部屋から扉が。なんで僕の部屋からじゃないといけねえんだよ、そこ。それ秘密の部屋を。あぁ！何これこれ、小野くんの部屋の一番奥、犬小屋にするから。俺の部屋をどんどん区切るんじゃないよ、ハムスターの部屋ね。俺の部屋、飼育部屋みたいになってんじゃねえかよ。ヘビ。ヘビ噛むんじゃねえよ。隣マングースだ。マングース、いいの気をつけてね。沖縄でもなかなか見れないんだよ、最近。ヘビとマングース。モモンガ飼ってんだ。モモンガの隣またヘビだ。モモンガヘビだよ。ヘビ好きね。アナコンダかな。うん。ここ猿ね。うん。とこまたヘビ。猿も飼ってんの？ヘビ好きかな、おいおい。おいおいおい。コブラかな？コブラ。何飼ってんの、そんなにいっぱい。何飼いたい？豚ね。うん。豚ね。うん。豚ね。豚綺麗好きだしね。うん。あと何飼いたい？牛ね。牛ね。ああ、牛ね。牛乳飲めるもんね。何飼いたい？ヘビって書いてあるじゃん。さりげなくヘビって書いてあるでしょ。そうね。何かな、あとは。卵が食べたいの。鶏をね。鶏をね。鶏をね。はい。何て書いたい？あとはもう一個。モグラって書いてあるじゃん。あと何じゃあ、コアラ。ああ、落ちた。ヘビって書いてあった。ヘビ飼いすぎだろ、おい。ほんとヘビ好きなんだよ。なんか必要なものもうちょっとありそうな気がする。何必要？住む上で。なんか。リビング。ああ、そうそう。リビング。リビングここ日焼けルーム。日焼けルームだろ、日焼けルームでかいな。日焼け、バーの横のこの空間、なんなの謎の空間はよ。あ、これトイレ。あ、トイレね。あ、よかった、トイレ書いてくれた。トイレできた。あ、じゃあ僕の番です、僕の番ですね。うわ、なんか狭くなってきちゃった。リビングのど真ん中に、じゃあど真ん中にキッチン作ろうじゃ。なんでキッチン作っちゃうんだよ。キッチンね。キッチンで。狭くなってきたよ。トイレでしょ。ベッドルームねえぞ、ベッドルーム。ベッドルームか。ベッドルーム。どこでねえんだよ、それ。じゃあ、こうベランダ書いて。そうだよ、ベランダ増設しやがった、こいつ。なんでベランダにベッドルームを置くっていうか、ベッドを置くんだよ、外だろ、それ。あと何が必要だ、あと何必要ですっけ、あと何が必要、あ、クローゼット、洋服入れるところは、クローゼットか。うん。クローゼットは、じゃあ、ヒロシの部屋に作る。すげえ狭い。狭あ、これ、風呂の隣、何この部屋、それを、服脱ぐとこ。謎。もうすでに40畳。でかすぎるでしょ。10畳ぐらい。あんた、でかすぎるでしょうが。あと何の部屋必要ちょっと、あれ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 。アフレコブース。
アフレコブースをリビングの横、ってか中に、何、何畳か、6畳あるかないかね、それ。いやー、でもそれで足りるんじゃないですか、ね。足りるかな、足りると思う、足りると思う。わかんないけど。あー、落ちた、あー、なんだよ、それもう。終了、これで完成、完成ですか、これで、ね、何これ、ひでえな。あ、ポスター。どこにあんのこれ。僕と小野くんで1枚ずつ貼らなきゃ。貼るかな。じゃあここに壇蜜さんのポスター貼ろう。壇蜜ちゃんのになった。ベッドの横に貼ってます。結果外だね。僕どうしようかな。これあの蛇飼いすぎなんで。ちょっとあの怖いんで。ちょっとこれかな、ここかな、ここかな。ポスターここに貼りますわ、この辺に。あ、そこに、うん、歌プリのポスター。怖いもんだって。歌プリと、白鸚記のポスター、この辺に。あ、わかりました。僕の部屋の入り口のとこ貼りますね。はい。ということで、家としてはだいぶいろいろ足りない家になってますけれども、大丈夫ですかね。ええー、なぁ。ガルスタン編集部の皆さん、ポスターやっぱり、ポスターとして使うのが一番だと思いますよ。あ、それはもう最もだ。